じゃあ。どうも先生。何度いらっしゃっても里子ちゃんへの面会は許可できませんよ。本当にちょっとだけでいいんですがね、令状が必要だってんだらそうしないこともありませんが、実はですね、今回の転落事故ではなく事件の可能性もありまして。事件？ここでは何ですから、どうぞ。里子ちゃんが嘘をついている？北条里子さんは事故当時車の中で眠っていたと言ってました。それが何か？里子さんは起きて両親がいないことに気づいた。そこまではいいです。しかし通報してきた公園作業員によれば、泣いていた里子さんは真っ先に両親が崖下に落ちたと言ったそうです。おかしいでしょう。寝ている間の出来事なら両親が落ちたなんて知るはずもない。見ていたのなら別ですがね。里子ちゃんは事故直前すでに末期症状に侵されていた。彼女は両親と不和で相当なストレスを溜め込んでいた。両親が自分を邪魔に思い殺そうとしている。里子ちゃんがそんな疑心暗鬼にとらわれていたのだとしたら、彼女にとっては正当防衛。あの転落は事故ではない、そして大石が言うような事件でもない、ただただ悲しいだけの悲劇だった。